横はあこちらあルノーね、アルピーノの横ルノーなんですね。まあ日産ももう一緒ですもんね。あこちらルーテシア。いやこれも最近ね、あの街中でよく見ますけど RS ラインということで、よりスポーティーな、デザインというか走りになっておるみたいですね。はい、続きましてトゥインゴ。トゥインゴね、あこのトゥインゴなんかデザイン的になんかこうドットの草間弥生的な感じで、あこれ可愛いですね。これ可愛いです。草間弥生っぽいですね。分かっていただいてありがとうございます。トゥインゴね、もうこれ、あこれ後ろこんなになってんの、すごい。こうエアダクトが入っ、ここ実際これリアルエアダクトですかね。ここで開けるらしいです。あすごい、こんな開き方する。あいいな、トゥインゴいいな。荷物ほとんど、あまあまあ詰めることないか。ちょっと内装ね見てみます。こんな感じなんですね、トゥインゴ。あ、かわいいわ。で、これね後ろ、後ろはあこれ扉がこういう手動なんですね。これ開かない、開かない扉です。ちょっと空気抜きが開けるのかな。まあ乗れんことないかって感じの大きさですね。メガーヌ RS ということで、いやメガーヌねいいですよね。かなりスポーティーなデザインだと思います。あ後ろがね特徴的ですよね。こんな感じでもうちょっとで、もうちょっとでねこうつながりそうな、つなげてしまえばよかったのにっていうぐらいの特徴的のあるデザインですよね。ちょっと中見せてもらいます。おお、すげえスポーティー、思いのほかスポーティー。あこれオートマなんですね、マニュアルじゃないんですね。マニュアル設定もあんのかな。これなんやろ、扇風機みたいな、扇風機みたいなボタン。あーなるほどな、こういうあの日本と違って結構こうフラットなねデザインを、これすごいな、なんやろこのデザイン、すごいフラットなデザイン。ハンドル激かっこええわこれね、ほらこれすごいやりやすいの、長いから。シートはね、デカロシートということで、もういやこれねそんなにねガチガチのホールディングがあるようなシートじゃないです。あの座りやすいです。カーボンと思いきや柔らかい。こういうところがねエアダクトがいいですよね。はい、というわけで、こちらルノーコーナーでした。ルノーとねアルピーヌということで、いややっぱ外車もいいですよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで、A110 とルーテシアとトゥインゴ見てきたようでした。じゃあね、バイシュー。